してぶっ飛ばす。戦争？ああ、お前にはまだ説明していなかったな。もうじき、そうだな、あと数日以内にこの世は戦乱に巻き込まれる。第四次忍海大戦、美獣をかけた戦いだ。だが安心しろ、九尾を殺したりはしない。九尾にはお前をぶつける約束だからな。とはいえ、お前は目を移植したばかりだ。今しばらくここで静養しておけ。ようやくここまで来た。もはや俺の計画は成就寸前。もうすぐだ。第五章、暗躍する者。なるほどね。なかなか大変だったみたいだけど、よかったね。キュービチャクラを手に入れることができて。キュービチャクラをものにできたことも、確かに嬉しいことだろうけど、それより、母親に会えたことが、ナルトにとって何よりも大きな収穫だったようだね。よ、キュービチャクラはどんなもんだい？使い物になるか、それが問題。キュービのチャクラは、俺の中の別の場所にとってある。いつも使ってるってわけじゃねえ。必要な時にキュービのチャクラを呼び出して、俺の力にする。ん？こんな感じでな。これが、キュービのおかげで急激パワーアップ！イエー！ん？何？それで隠れてるつもりかよ。何か別のチャクラを感じるのか。感じるんだな、別の存在。それに気づかぬ俺は存在。チャクラじゃない。なんかこうモヤモヤした悪意みたいのを感じる。それだ、その憎しみや悪の感情を感じ取るようですね。お前は暁のサメ野郎。なぜだ。あの時お前は確実に俺が倒したはずだ。あなたと戦っている最中、隙を見て偽物と入れ替わっただけの話ですよ。本物の私はサメ肌として常にあなたと共にあった。何？霧隠れの術。八尾、あなたのそばにいたおかげで忍び連合の情報を随分と集めることができました。感謝しますよ。あいつ、情報を持って逃げるつもりか。逃がさない。いよ、真実の滝だと。ナルトはそんな危険な場所に向かったってのか。ええ、青春の中でもがく若者を放ってはおけない。ナルトのもて俺は走るぞ。この人ちょっとあれなんで、すみません。いえ、行くぞ青葉。あ、やっぱり俺も行くんですね。Konnichiwa, c'est Kuza, j'espère que vous allez super bien, parce que moi oui, et on se retrouve pour un nouvel épisode de Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3. Donc l'épisode 8, tel dans l'épisode précédent, on s'était laissé à la fin, qu'on avait battu Kyuubi, hein, à la fin de la vérité sur l'attaque de Kyuubi il y a 15 ans à Konoha. Enfin il y a 15 ans maintenant, je sais même plus si c'était il y a 15 ans, mais... ou il y a 16, enfin bref, je sais plus.
Et donc voilà. Donc là, on se retrouve pour la suite. On a vu que Kisame était donc dans Sameada, dans l'épée de Killer Bee, enfin qui était celle de Kisame. Bref, vous m'avez compris. Et excusez-moi, je vais à peine les boucher. Puis voilà. Donc là, ben voilà.話によると、ここに座って目をつぶると真実の自分が見えるそうですね。どうです、ガイさんもやってみては。バカを言え。そんなこと言うより、ナルトの応援に行くのが先だ。そんなに怒らなくても。あ、もしかして本当は自分の真実を知るのが怖いんじゃ。ん？何よ。俺は怖がっているとでも？ No problem。そこまで言うなら見せてやる。何者も恐れぬ強靭な精神を。え？なんだこいつは。え？こんな変な奴が俺の真実の姿なのか。違います。よく見てください。そいつは暁です。確か名前は星垣キサメ。星垣キサメ。まさかこんなところであなたに会えるなんてね、珍獣。うん、このサメ顔どこかで。そんなことよりそこをどいてくれませんかね。ガイさん、そいつを逃がしてはダメです。暁のお前がここで何をやっている。それをあなたに教えるとでも。いずれにせよお前を逃がすわけにはいかん。いいでしょう。あなたとの縁もどうにかしたいと思っていたところです。この大刀サメ肌で削り切って差し上げましょう。なるほど、相当できるようだな。だがこれは青い猛獣、サメごときに決して遅れは取らんぞ。Et donc voilà, donc cette fois on est avec Guy et on va tout défoncer. Bon. Je suis en train de mélanger le rond et la croix à cause de One Piece Kaizoku Musou 2. Du coup, ben, vu que c'est le contraire pour les jeux Jap, rond c'est pour valider et croix c'est pour reculer. Je ne suis plus habitué. Donc, achever l'ennemi avec une technique secrète, no problem. C'est vraiment kiffant. Oh putain, je sais plus jouer en vrai, attends, c'est abusé là. Oh. Hop. Non, dégage. Dynamic Entry. Oula. Oh putain, attends. Faut que je m'y remette les gens là. Ça va pas, hein. Oula, je sais plus jouer du tout. Hop. Dynamic Entry. Oula là là. Je suis en train de tout mélanger. Bon, ça va vraiment pas. Ça va vraiment que je me remette à Naruto. Parce que là, ça va pas, hein. Allez hop, dégage. Quand tu te relèves. Non. Dégage, Teddy. Oh putain, il persiste. Hein. Oh. Et avec le petit sourire à la fin. Il est chaud. Hop. Dynamic Entry. Ah voilà, c'est le moment. Tu t'avais déjà. Ouais, c'est juste que t'as une mémoire de poisson rouge, donc tu t'en souviens plus. Chaud, ouais. Voilà qui s'est mis, on t'a défoncé la tête. Il a vraiment une tête de con, sérieux. Ça, c'est abusé. Bon, allez, Guy Tigre Diurne. Les nouveaux objets ont été ajoutés à la boutique.終わりだ。
俺の勝ちだ。まさに珍獣。これほど体術の強い忍びは珍しい。あなたとは三度目ですが、まさかここまでの敗北を味わうとは。まあ、あなたは私のことなど覚えていないようですが。ガイさん、やったのか。激前先生ってばすげえ。そいつを倒すなんて。そのまま奴を捕らえてください。その後、俺が記憶をたどって情報を引き出してみます。木の葉の情報部の者もいるのですか。よし、このまま奴を拘束する。手伝うってばよ。まだ動けるのか。気をつけて、何か仕掛けてきますよ。この状況、今の私に逃げ道はなさそうですね。ですが、ここの情報だけは。危なかったってばよ。最後の悪あがきってやつか。これで私の役目は終わりですかね、イタチさん。今日からあなたと組むことになったものです。元霧隠れ忍び刀七人衆の一人、星垣キサメ。以後お見知りおきよ、内葉イタチさん。あなたの噂は聞いています。内葉の同胞を皆殺しにしたという噂は。同胞を殺すあの感覚はとても口で言えるもんじゃありませんよね。私も同じ境遇にある者、あなたの気持ちはわかりますよ、イタチさん。よく喋るな、お前。まあそう言わずに仲良く楽しくやりましょうよ。一度でも仲間に手をかけた人間はろくな死に方をしないものだ。覚悟しておけ。ならあなたも私もすでにろくでもない人間ってことですね。いや、どんな奴でも最後になってみるまで自分がどんな人間かなんてのはわからないものだ。死に際になって自分が何者だったか気づかされる。死とはそういうことだと思わないか。イタチさん、どうやら私はろくでもない人間。まだ何かするつもりか。みんな注意しろ。でもなかったようですが。自爆。さっきのは水分身だったのか。いや、そんな素振りはなかった。多分本物だ。イタチとツーマンセルで組んでたほどの男がこんな死に様だとはね。でも敵の俺たちに仲間の情報を渡さないためにやったんだ。暁の中にも仲間のことを思って動く奴らがいるんだってばよ。敵ながらあっぱれだ。忍びの生き様は死に様で決まる。星垣貴様、お前のことは一生覚えておこう。リンネガ、長門の隠し場所を素直に話す気はないようだな。あなたが私の前に来ることは分かってた。一つ問う。なぜお前らほどのメンバーが俺を裏切った。渦巻きナルト、奴にそれほどの価値があるとでも言うのか。彼は光だからこそ希望の花を持てる。
俺に牙を向けるというのに、まだ暁の衣を着ているとはな。暁は弥彦の作った組織、この衣は私たちの正義の象徴。あなたのものではない。そしてリンネガンは雨隠れの忍び、ナガトが開眼したもの、やはりあなたのものではない。お前は二つ勘違いをしている。どうせ最後だ、教えてやる。何？暁を弥彦に立ち上げるよう仕向けたのは俺だ。そしてリンネガンをナガトに与えたのも俺だ。だから返してもらうと言った方が正しいか。まあいい。俺からすればお前はリンネガンの在りかを知るただの小娘に過ぎ、お前を捕らえればどうにでもできる。ウチハの動力をなめるなよ。あなたの言っていることなど所詮眉唾、信じるに値しない。私もナガト、そして弥彦も、私たちは私たちの道を歩いてきた。そこにあなたはいなかった。三人で見てきたものこそが真実だ。今となってはどうでもいいことだ。どうせお前たちの道とやらはここで終わるのだからな。道は終わらない。私が終わらせない。平和へと続く道を私たちは最後まで歩いてみせる。いいだろう。ならばその道を守ってみせろ。暁らしく実力でな。Et voilà donc un combat que je kiffe à donf, qui est donc Conan contre Toby. Et oui, contre Toby. Malgré qu'il est marqué Madara au-dessus de sa tête. Mais bon, je vais pas spoiler plus si vous connaissez pas la suite. Alors, achever l'ennemi avec une technique encore. Bon ben, d'accord. Senzo Kaishi. En vrai, Conan, je la kiffe. Je trouve qu'elle est assez stylée en vrai. Enfin, après, au niveau de son look, hein, son pouvoir, c'est pas trop mon truc perso. Alors là, faut que je joue sérieux parce que je me rappelle que quand je l'avais fait, je m'étais fait tuer une fois. Allez hop. Boum. Par contre, elle est assez lente hein, dans ses combos, je viens de remarquer ça en vrai, mais... Genre, on peut pas lâcher avec une technique secrète là. Voilà. Ouré! Et voilà, en plein dedans. Hum. Du Shikigami. Oh. La paix est proche. Ça, c'est ce que tu penses, malheureusement, ma petite Conan. Allez hop, oui, la boule le freak. Donc, nouveau personnage disponible, Conan, gare jeune, deuxième tenue. Mm-hmm. Je me souviens pas qu'il avait une deuxième tenue, gare jeune. Après, c'est peut-être moi, mais... Bref. Amaku miteita na. Kangaereba moto Akatsuki member da. Omae mo. Daga, ore wa mada taoren. Sotte, kore kara dou semeru?暁を弥彦に立ち上げるよう仕向けたのは俺だ。そしてリンネガンをナガトに与えたのも俺だ。弥彦もナガトも己の考えで動いていた。彼らはあなたの駒なんかじゃない。どんな形である己の意志のために戦って死んだ。
だからこそ意志はつながっている。あなたに邪魔はさせない。口では何とでも言える。所詮お前も長友もナルトのザレ言に乗せられただけだ。俺からすれば道化に過ぎん。本当の平和などない、希望などありはしない。ダガトはナルトを信じることで哀れだった自分を慰めたかっただけだ。私の、ん、私の信じる者たちに道化などいない。ヤヒコ、ナガト、彼らの意志は消えない。私もナルトを信じてる。今度は彼が平和の架け橋になる男だと。そして私はそのための柱となる。最後のチャクラを使ってしまったけど、これでマダラは確実に死んだかな。イザナギ、光を失うことと引き換えに幻と現実をつなげることができる。ウチハの禁術、ウチハと千獣、この両方の力を持つ者だけが許される道術。ウチハと千獣、それは陸道の力のはず。あなたは一体何者。俺は千獣柱間の力を手に入れたウチハマダラ、二人目の陸道にして今は唯一の存在。まだいろいろと話してやってもいいが、俺も忙しい身でな。話は終わりだ。現実をかけ終わった時、お前は終わり。長門、ごめんなさい。ヤヒコ、私、リンネガンをいただく。キュービチャクラの修行？いえ、晴れてキュービはナルトのもの。あとは熟成すれば本物。熟成って？熟成イコールコントロール。これにて修行はエンドロール。ああ、つまり次はキュービチャクラをうまく使いこなすための修行をするってさ。そしてそれが終われば修行は終わりだそうだ。おお、さすがヤマト隊長、よく B のおっちゃんの言葉がわかったな。褒められても全く嬉しくないんだけど。修行の舞台は真実の滝。 OK、 レッツゴー、てばいよ。よし、真実の滝だな。やってやるってばよ。いろいろ心配だし、僕もついていった方が良さ。Bon, alors, à ce que j'ai compris du combat de Conan contre Toby, apparemment Toby a dû sacrifier une de ses pupilles pour échapper à l'attaque de Conan qui aurait pu lui être fatale. Mais après, voilà, je sais pas. Parce qu'en fait, il me semble que dans les scans et l'animé, eh bien, on voit. Ouais, qu'au moment de l'attaque de Conan, on voit son deuxième Sharingan, mais apparemment il l'a sacrifié pour pouvoir éviter cette attaque. Enfin, c'est ce que j'ai compris moi. Après, si c'est pas ça, dites-moi en commentaire ce qui se passe vraiment, parce que j'ai pas tout compris à vrai dire. Puis voilà. Hein. お待たせしました。さっさと始めようぜ。オーライ、まずはチャクラモードになるべし。ことは速やかになるべく。よし、ねえ、この後は何すんの。まずはキュービと力合わせて、俺と手おっちゃんと手合わせ。なるほど、確かに今のナルトの力量を確認しておいた方が
この後の修行指針を考えやすいですね。そういうこと。よし、やる気上々。お前の覚悟に俺様強強。キュービチャクラ、どれほどのものか見させてもらうよ、ナルト。行くぜ。Bon, voilà. Donc, on va se battre pour la première fois dans Storm 3 en mode KCM. Kyubi Chakra Mode, hein, pour ceux qui ne sauraient pas. Je le répète, je l'avais déjà dit dans le, dans l'épisode précédent. Et à partir de maintenant, Naruto, on va l'avoir pratiquement tout le temps en mode KCM. Je vous le dis. Maintenir la chose de chakra au-dessus de 60 pour... Ah, de chakra, mais c'est complètement infaisable, attends. Pour faire que... Donc là, vous... vous devez sûrement vous dire « Mais putain, il est chisté, ce Naruto !» Eh oui, c'est un peu le cas, mais bon. Mais bon, après, quand vous jouez en multi et tout ça, c'est un mode... C'est un mode éveil, un mode comme ça. Faut pas abuser non plus, après. Hop. Ah, dégage. Yuryu Senkoden. Ouais, donc là voilà, j'ai pas d'attaque ultime parce que tout simplement je suis en mode éveil. Boum 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 boum. Donc la jauge de chakra va rester au-dessus de 60%. On va finir avec un Ryu Seikodon. Ryu Seikodon. Et boum. On a gagné très facilement. Orewa. Alors, absorbeur du chakra x 3, rang S. よし、ここまでだ。すごい、すごいじゃないか、これは。確かにかなりの脅威。その力まさに狂気。では、これからの修行は。基礎能力は十分だった。ある程度の相手なら十分に戦える。よし。とはいえまだまだコントロール不足、不足の事態に即敗北。え、まだダメなの？じゃあどうすればいいんだよ。それをこれから伝授すんぜ。修行の成就はもう寸前。おお。ついてこい。修行はこっちでやる。ってわざわざ滝の中でやるんですか？滝の中は外のチャクラを遮断。修行に、そうだったんですね。というわけでレッツゴーゴーチェケラッチョ。ボス、あれ、ヤマト隊長はついてこねえの？ああ、これからの修行は二人に任せるよ。僕の力、キュービチャクラを完璧にコントロールするのは大変だろうけど頑張るんだよ。おう、ありがとな。チャクラが遮断された場所にいる限り、ナルトに戦争のことを察知されることはないだろう。悪いが、しばらくはそこに留まっていてくれよ。キサメのよこした情報によると、ここにナルト君がいるらしいが、さて。ん？いや、目が覚めたかい？てめえは誰だ？僕は薬師カブト。わけあって君にはこっちに帰ってきてもらった。帰ってきた？
ああ、そういうことか。ヒョロヒョロの割にやるじゃねえか。うん。理解が早くて助かるよ。まあ助かったのはオイラも同じだ。なんせ一度は終わった究極芸術の道をもう一度極め直すことができるんだからな。うん。で、それはそうと、ここにオイラを呼び出した理由は何だ。いや、実はこの島、ここに八尾と九尾がいてね、その二人を捕まえるのに協力してほしいんだよ。九尾ってことはナルトのやつか。ただまだ正確な居場所をつかめてない上に、どうにも厄介な忍びが近くまで。デーダルに、ここまでタイミングがいいと狙ってるとしか思えないね。なるほどな、確かに厄介な顔だ。やっぱり本物のデータラ兄だ。てめえら二人がいるってことは。久しぶりじゃな、デイダラ。やっぱ嫌がるか。よく僕たちの行動を察知できましたね。キサメと言ったか。奴の侵入情報を耳にしてな、その時こそ殲滅はなったそうだが、どうにも嫌な胸騒ぎがしてならんかった。もし奴が情報を流すことに成功していたら、万が一の場合を考え、わしらは見張りに回ったんじゃ。なるほど、さすがは土影、素晴らしい勘をお持ちだ。けっ、無駄に長生きしているせいで、そういうとこだけ妙に鋭いぜ。うん。っていうか、なんで派手に爆死したはずなのに、なんで生きてるの。本当は死んでなかったダニか。はっ、これは江戸転生とかいう術で生き返ったように見えるだけじゃぜ。まったく死んでまで迷惑かけおって。うるせえ。死のうが死ぬまいが、てめえはオイラの芸術をいつもバカにしやがった天敵だ。ここでようやく恨みを晴らせるってもんだ。うん。さて、さっきの話の続きですが、デイダラ、君は。言わなくても分かってんよ。奴らはオイラが相手してやる。寝起きにはちょうどいい体操だ。うん。ではその人たちはお願いします。僕は人中力の捜索に集中しますので。ああ、けどな、ナルトは取っとけよ。あいつはオイラが始末するからよ。わかりました。ってわけだ。あいつを追いかけるにはオイラを倒すしかねえぜ。死んでなおわしの邪魔をするとは、お前のバカさ加減には呆れたぞ。あ？デイダラ、わしの恐ろしさを忘れたわけじゃねえだろう。けっ、てめえの方こそな、オイラをいつまでも昔のままだと思ってると痛い目見るぜ。黒土、赤土、あの青二歳を一気に潰す。わしに続け。Donc on est avec le Tsuchikage contre Deidara. Mais il me semble que dans l'anime, cela ne se passe pas ainsi. À moins que... Non, en fait, je sais peut-être plus, mais il me semble que dans l'anime, il vient avec Sasori et il n'est pas ici. Ils ne sont pas sur l'île où c'est qu'il y a Naruto, normalement. Enfin, après peut-être qu'ils vont y aller, je sais plus. Je sais pas du tout.Alors voilà, Akatsuki. Boum. Mais j'ai même pas regardé ce qu'il fallait faire pour faire un meilleur truc. Ah putain, il va par contre ça spammer. Oh boum.Allez! Putain, il s'est protégé cet enculé! Zainmets! Allez hop! Oh putain, non, c'est sérieux ça! Allez, il a bien joué par contre, t'as pour la bouée! Allez! Voilà, en plein dedans!
どめちゃぜ。Ouais, bon ben, adieu Deidara. Tu ne mérites pas de mourir dignement. Onoki. Vous pouvez assigner les outils ninja de plus haut rang. Ok, Kakashi enfant, Obito. いくら強がったところでわしには到底及ばん。何言ってやがる。本番はこっから。ん、黒土がいねえ。今頃気づくとはな。やはりお前は青2歳じゃぜ。てめえ、そろそろ遊びは終わりじゃぜデイダラ。そりゃこっちのセリフだ。そうか、ナルトは B さんと滝の中で修行か。ええ、張り切ってましたよ。どうしました？いや、修行に集中することはいいんだが、あいつここでの任務を忘れてないか。まあ実際は監禁という名の任務だし、別にやることはないのだからいいじゃないですか。それはそうなんだが、複雑な気分だ。そういえばガイさんは？あの人は忍び連合からの召集があって。召集ですか。ということは。ああ、いよいよ開戦が近いってこと。なんだ。爆発音。ヤマト、行くぞ。はい。Nanda, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Donc, à mon avis, ça doit être les explosions de Deidara. Vite, il faut y aller! La musique qui fait bien stresser là. Vite, il faut y aller, on va pas crever! Allons-y! Mais qu'est-ce qui se passe? Oui, ça fait 15 fois que vous dites. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce... Non, c'est pas possible! Non, mais qu'est-ce qu'il y a? Mais... Bon, bref. しつこいね。逃がしゃしねえよ。年貢の納め時だ、この蛇野郎。来たか。へえ、青葉もいるのか。その声はまさか薬師カブトか。久しぶりだねヤマト。のこのこ出てきやがって、おせんだよ。あんたは確か土影の孫娘だったな。ちょうどいい。君たちにはこれからナルト君の元まで案内してもらおうか。バーカ、そりゃ逆だ。お前はあたいたちに捕まって敵のアジトに案内する羽目になるのさ。へえ、それは気をつけないとな。青葉さんは他に奴の仲間がいないか見張ってください。カブトは僕と彼女で叩きます。分かった。ちんたらすんなよ。あんな奴相手に時間かけねえぞ。Bon bah cette fois on est avec Yamato que je n'aime pas du tout. Voilà, je l'ai dit. Je n'aime pas du tout ce perso. Pourquoi? Il n'a aucun charisme de 1. Et de 2, j'aime pas du tout le Mokuton. Après, c'est mon avis. Peut-être qu'il y en a qui l'aiment bien, mais moi je l'aime pas du tout. Bref. Aussi, je voulais vous dire quelque chose. J'ai actuellement dépassé les 1000 abonnés et je vous remercie énormément. J'en suis super content. J'ai fait la fête. J'ai pas fait la fête, mais sérieux, je suis vraiment content. Merci à vous de vous être abonné à ma chaîne et arriver à 1000. C'est vraiment un truc de fou. Donc je vous remercie énormément. Et pour la peine, je regardais ce que je pourrais faire. Il y aura peut-être un tournoi de Storm 3.
Ouais, je vais peut-être organiser ça, mais si j'organise, les inscriptions et tout auront lieu sur ma page Facebook, donc je vous invite à aller dans la description de la vidéo et d'aimer la page Facebook, enfin si vous voulez participer et avoir des infos concernant les vidéos. Là. Allez, là c'est le moment. Ah putain, il s'est barré ce connard. Et c'est pareil, si vous regardez mon let's play de One Piece, déjà j'ai demandé si je devais varier les personnages. Beaucoup de personnes m'ont dit que, enfin beaucoup, au moins une dizaine je suis sûr déjà. Et m'ont dit que oui, je devais varier les personnages, et donc les personnages, je mettrai à chaque fois environ 3 personnages au choix. Et à choisir par vous. Et donc ce sera sur Facebook aussi. Donc autant aller sur Facebook les amis. Bon, puis lui me casse les couilles, pour être honnête. Oh, il est sérieux là. Allez hop. ETS à 3 là, je vais le défoncer là. Je la rentrerai, je suis désolé, mais... Boum, dans ta tête, voilà. Oh, flamme de la volonté. Shonu, allez. Il faut que je trouve un point de sauvegarde avant que ça se... Avant qu'on soit dans la merde. Tous ensemble, hey. Oh, hey, ce... ありめえだ。あれだけ痛めつけたんだぜ。ヤマト、油断大敵だったね。ヤマトはいただくよ。クソ、あいつ。まだ周辺にいるはずだ。そっちはどうだ。ダメでした。ああもう、なんでこうなるんだよ。逃がしたのか。ああ、ヤマトっていう木遁使いが連れて行かれちまった。そっちはどうなんだよ。それが突然消えてしまったんだに。デイダラのやつも足止め役に過ぎんということだ。役目が終わった今、カブトが術を解いたのじゃろう。しかし九尾と八尾まで深追いせずか、尋問用の人質目当てか、その木遁使いが目当てだったかは分からぬが、問題はそのヤマトから情報が漏れるかもしれんことだ。ヤマトは簡単に情報を取られるようなやつじゃない。そんなこと言っとんじゃない。相手がマダラなら強い道術がある。やつの道術にかかれば太刀打ちはできん。そんな。手土産がかなり違うようだが、九尾を連れてくるんじゃなかったか。確かにそうだけど、こいつは九尾の見張り役で機密情報も持っている。それにこいつがいればかなりゼツたちを強くすることができる。無理をするよりこいつを捕まえた時点で効率の良い方を選んだ。あんたたちにとってね。なら早くしろ。この左目が戦争を欲している。そうか、ヤマトが。まさか九尾を狙わず他の忍びを連れて行くとは思わなかった。とはいえ今の私たちではどうすることもできん。
いずれ連れ戻せばいいのです。おおよその場所は分かっているのですから。そうでしょ、綱出さん。どういうことじゃぜ。あんたにはまだ話していなかったな。先日うちの偵察部隊が奴らのアジトを発見したと情報が入った。ほう。バツ印が敵のアジトと確定。山岳の墓場と呼ばれる場所だ。ここからじゃと湯隠れと下隠れが挟まれる形になるが。ええ、ですのでその2国にはすでに避難勧告を出しています。なるほどの。それでわしらの準備の方は。すでに奇襲部隊には招集をかけ、戦闘大連隊も組ませてやる。医療、情報、感知に関しても同様だ。忍び連合としてすぐに動くことができる。準備万端ということか。土影、これはあんたの分だ。おお、もうできていたのか。はあ、これが忍び連合の額当てか。なかなかじゃぜ。それがしがデザインした。かつて争いあったあなた方も今やただ一つ忍びでござる。さらに今忍びと侍とが手を組む。さあいよいよでござる。第四次忍界大戦、我々が勝つぞ。戦慄が世をかける。緊迫が時を焦がす。空は震え、地は沈み、人はただ予感する。戦乱の予感。にじり寄る脅威に忍びたちはここに立つ。勇も邪も、鬼も絶も、時は満ちる。今こそ戦いの時、今こそ開戦の時。Bon, bah écoutez, nous voilà donc à la fin du chapitre 5 en un épisode encore. C'est beau tout ça. Donc bien sûr que je veux sauvegarder. Donc je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo en ma compagnie. Si vous, si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, si c'est pas déjà fait. D'aimer la vidéo pour qu'elle soit un peu plus vue dans, bon, au niveau de YouTube tout simplement. Et si vous avez aimé, hein, tout simplement. Mettre des commentaires si vous avez quelque chose à dire. Rejoindre ma page Facebook, comme je l'ai dit, pour plus d'informations et tout. Et la partager si vous avez envie. Voilà. Donc je vous remercie énormément. Madame.